今日はね、畑で有機物を使うときに、その有機物をどういうふうに使っていけばいいかっていうことの判断するポイントをお話ししたいと思います。でね、このポイント、一番大事なポイントがね、CN 比っていうやつ。ね、CN 比、C スラッシュ N 比って書いて、比較。炭素と窒素の割合を表した数値なんだけども、これ調べれば、こういうふうにね、これウィキペディアだけども、稲わら60、もみがら75、米ぬか23とかいろいろこう出てくるんだけどね、こうやってさ、ね、下に行くとほら、この、細菌、放線菌、糸状菌とか、これがね、すごい CN 比低く5とか9になってるんだけれども、これを参考にして、もうこれだけ、俺はこれだけで有機物をどういうふうに使うかってことを判断しています。で、今もう青森の俺の庭の畑、玉ねぎ植えたりしてる畑、ここは今2メートルの雪がちょっとね、雪捨て場になっちゃってるから2メートルあって、畑でお話できないんで、今持ってこれる有機物2種類あります。よいしょ。これが柿の木の剪定したやつで、こっちが小豆の殻ね、この2つね、でこの2つ CN 比なんぼかっつうと、こっち豆柄は10から20ぐらいって書いてたんで、でこれ大豆の殻よりも柔らかいんで、おそらく20もないと思いますね。まあ、ちゃんとは知らないけどね、まあ、大体20以下のもので、こっちは70あるらしいんで、要するに炭素が多い、炭素が少ないと。でこれの違いはね、これを土に戻した時には分解が早く進んで、窒素の放出が早く進むと。窒素ってのはやっぱり重要な栄養素なんで、なんつうだ、まあ成長がね早くなります。窒素が放出されて土の中の栄養が増えるんで、土が豊かになっていきやすい。でこっち問題、炭素いっぱいあるんで、炭素いっぱいあると何が問題かっつうと、この炭素 70CN 比70っていう炭素のすごく多いもの、これを入れると、あと稲わらとかもみがらとかを土の中に入れてしまうと、その炭素を分解するために畑の中の土の中の元からある窒素を微生物が使ってこれを分解し始めるのね。でひどくなると畑の中の窒素を食い尽くしてしまって、植物が成長するための窒素が足りなくなることが発生します。窒素菌がとか言うんだけれども、そういうことが起きます。だから炭素がめちゃくちゃ多いものをいっぱい入れると一時的に作物取れないなんていうことが発生します。まあ、だけどもよ、こういうものをね完全に分解し終わった後はすごくいい土になっていきます。本当にその窒素をいっぱい食べた生物たちが、まあ、死んでいくわけだから、これが分解され炭素がなくなってしまえば、そうなるとその窒素がいっぱい出てくるわけだから、逆にいい土になるんだけども、短期的にはすごい良くないんで、だからこういうものを使うときは畑の中に入れるんじゃなくて堆肥にするとか、うん、あとは、うん、これはやんないけれども稲わらとかそういうものは畝の間の通路に敷いてほしいなって、うん、俺よく動画で話してるんだけども、通路の敷き草として使ってほしい。そしてこういう木しか敷くのもおすすめしないって、堆肥化するのも10年ぐらいかかるとして、ね、じゃあどうすんのよこいつってなると、一番のこいつらの木のおすすめは、燃やすこと、燃やして草木灰、さっきの豆の殻、ね、これも一緒に燃やしてもいいんだけども、その灰、これはほとんどアルカリ性なんで、土が酸性に傾いて、日本の土は酸性に傾きやすいんで、そういうのを pH 調整するのに使えるんで、こういう剪定のした枝は俺は燃やして土に入れてあげてれば、ね、そういうなんだ、炭素だから燃えるじゃん、燃えるからなくなるし、残るアルカリ性で、pH を調整できるんで、それが一番おすすめかなって。燃やすこと、燃やして灰にして入れることね、そういう使い方をします。炭素が多いものは敷草にする、まあ少ない方から言うか、少ない方、ね、こういう小豆の殻とかは、土の中に入れてもいい、敷草にしてもいいです。で稲わらぐらいの炭素の高さだと、まあ敷草にしておいて、夏の間栽培中ね、夏とか春秋かの間は敷草にしておいて、で冬には土をかけて、で次の春に
なればもう土に戻ってるからそれでいいんだけども、逆にこういうめちゃくちゃ炭素の高い木、木材っていうと別だわ木材とか自然の剪定した枝とかこういうものを使うときは燃やして灰にして入れると、ね、全ては CN 比が、まあ、一覧がねこういうふうに Wikipedia で出てきます。調べれば他のサイトでもあります。いっぱい出てきます。 CN 比のコーヒー柄とかそういうものもいっぱい出てくるんで、ビールの殻とか茶柄とかおからとかね、そういうもの出てくるんで、そういうのを見て20以下だったら土に入れていいです。深くやないでね、浅めに後期的環境に置くっていうのは大事だから。そして稲わら程度、まあ、50、まあそれ以上のもので50以下ぐらいのものであれば、通路に敷いてほしいと。そして木、これは燃やす、そういうふうに判断してやってます俺は。それが一つ有機物を賢く使うためのポイントかなと思うんで、うん、皆さんも畑でねやってて、なんか有機物が出てきたと、例えばもみ殻いっぱいもらったと、ね、結構、まあ、動画の再生数でもみ殻の話伸びてるんだけど、もみ殻いっぱい出てきた、どうしようどうしようっていう時、まあ、俺の動画を見て参考にしてもらうのもいいんだけれども、そういう CN 比、もみ殻の CN 比ってどうなのかなって、もみ殻 CN 比って検索して出てきた CN 比を見て、あ、結構炭素多いなって、もみ殻なんぼだ CN 比もみ殻だと75もあるんだね。この剪定した枝と同じぐらいってすごいね。だそういうものであれば、やはり正面性用、もしくは冬とか秋の栽培が終わった後に巻いておいて浅く耕しておくとか、そういう方法が必要かな。分解まで時間かかるから、うん、あ、やっぱり青森の場合は雪が降るから、雪の下で結構暖かい水分が多い状況が作れるから畑の中に突き込んでおくんだけども、例えば雪が降らない地域は逆に寒くて乾燥してしまって分解が進まないかもしれない、逆にね。であればやはり堆肥化するもみ殻とかも、それが一番いいかもしれない。まあ急遽乾燥したのが入って使い方どうしようかなと思ったら、やっぱ通路に敷くっていうのが俺はやっぱおすすめかなと思います。まあ、そういうふうに CN 比を見ればどういうふうに有機物を活用していけばいいのかなっていうことが見えてくるんで、ね、その CN 比軽く調べて頭に入れといて、わからないものがあったらその都度、ね、調べるということで、解決できると思うんで、だからその CN 比っていうことを頭に入れておいて、で栽培の時に役立ててほしいなと思います。まあ、今回これで終わりなんだけどもね、まあ、そういう感じでこれを燃やすのもまあ動画にしようかなと思ってるし、他の有機物もねどう使っていくかっていうことをこれからも動画にしていこうと思いますんで、まあ、またお付き合い願えればと思いますんで、また別の動画でよろしくお願いします。